マルターズ・リョーサは、日本の競争馬。主な勝倉は2020年のチューリップ賞、シオン・ステークス。馬名の意味は、冠名女神。8月3日、新潟競馬場、芝1600メートルの新馬戦でデビューし、2番人気で迎えたレースは、ウーマンズ・ハートの2着。2戦目の未勝利戦で出遅れながらも、後方追走から直線で、 ババの内から抜け出して先頭に立ち、マイネルシスネロスにハンバー審査をつけて初勝利を挙げる。中山競馬場でのサフラン賞でもマジックキャッスルに首させり勝手に連勝とする。12月8日の阪神ジュベナイルフィリーズでは6番、人気ながら、高一位層から足を伸ばし、レシステンシアの2着となった。3月7日のチューリップ賞から始動し、レースでは、 道中2番手につけ残り200メートルで逃げ粘る、レシステンシアをかわして先頭に立つと、最後は、クラバシュドールとの叩き合いを、放させして、重傷発生派を飾った。大歌賞は、重馬場の影響もあり、5番人気で、レアリングタクトの発着、マイルから4ハロンの距離延長で臨んだ、優秀品馬は、大歌賞との2冠を達成した勝ち馬。 デアリングタクトから0.7秒差の10着に敗れた。秋は、週ョートライアルのシオンステークスから始動。春の重賞で、相次いで一番人気に押されたものの勝利することが、できず、春のクラシック参戦を見送った、スカイグルーブ。オークスで三着となった、ウィンマイティが、同じ5.4倍というオッズで一番人気、二番人気となった。一方、マルターズディオサは、 9.6倍の5番人気という評価であった。最内枠の湘南ハレルヤが先手を奪い、控えた2番手で進んだ。最後の直線では、逃げた、湘南ハレルヤが交代し先頭に。後位の外から進むパラスアテナ、内から進むシーズンズギフトラと争い、差を広げて入線。後方に市橋に4分の1差をつけての勝利であった。重賞2勝目を挙げた。なお、 二着、パラスアテナ、三着シーズンズギフトと続き、五番人気、十番人気、三番人気という決着。すべての勝ち馬投票券発売方式で、シオンステークス最高の払い戻し金額となった。自走、秋華賞は、新馬戦以来の逃げる競馬をするが、七着に敗れる。自走は、初のコバとの対戦となる、阪神カップに出走。 先行して粘り込みだノンファンタジーに一馬身さん、4差の2着に入る。3ヶ月ぶりのレース、初の1200メートル選手出走となった高松の宮記念は8着に敗れた。続くビクトリアマイルは、中段から競馬をしたが9着に敗れる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。